こいつまたトルネコやり出しましたよ。やっぱ好きなんすねーな RTA、始まるよ。今回は、親父に処女を奪われた RTA から、汚いやり方を取り除いたものとなってます。はい、用意スタート。いきなりで。前回のガバ RTA ではバグを利用し、あっけなく終わってしまったストーリーでしたが、じゃあバグなし RTA もできるじゃない、ということで、またストーリーを走ります。あと、別のゲームをしていたら、トルネコから逃げるな、と言われたからです。そうかもしれん。それと、内容的にほぼ再装なので、前半はカットします。ズバッと。あっおい待てー。不正してるなお前、とか言われると思うので。一応無編集版を上げてます。どうせ見る人はほとんどいないけどな。そうだな。というか前半は前と変わんないし、正直説明することないんすよ。ということで、日吹山の前まで飛ばしました。ここでの注意点は、お城のダンジョンで、使える杖を2つ残しておくこと。あのさぁ、ガバってるところは全部視聴者に筒抜けなんだぞ。みんなが見てるでしょ？今回は、邪悪な箱を倒すのに目つぶし草は使いません。別の方法があるので、そっちができるように祈っときましょうぞ。来たー来たー来たー！一応走る方のために、ここまでの注意点を、お話しします。と言っても、ゴールドを貯めるように心がけるだけです。は？なんだ今の BGM。いきなりでぶしつけなのだが。これまでの動画をご覧の皆様なら、すでにご存知でしょうが。プレステ2くんが、完全にポンコッツと化してしまいました。壊れちゃった。なので、BGM が飛んだり、止まったりします。決して不正はしてませんので、許してください何でもしませんから。熱いわ、熱いわ。というわけで、足を踏み入れたのであった。ここはさっさと、7階まで降りてしまいます。このダンジョンでは、巻物、壺が出現するようになります。なので、階段を見つけたら、すぐに降りましょう。はっ。ああ、何言ってるかわかんねえよ、って方もいるかもしれませんが。これがこのゲームの攻略法。ただ祈って、降りるのみ。そうですね。だと死にますので、ここでお城の杖が活躍するのです。ほう。序盤は経験値が少なく、戦う意味を見出せません。なので、ちゃっちゃと降りて、後で稼げばよかろう。ぶっちゃけ、うんだよ、うん。そうでもしねえと世界は取れねえ。今拾ったルカナンの巻物は、ゲロ強アイテムです。後で読みましょ。ここは豊富な巻物で有名ですが、なるべく温存し、倉庫に預けます。どうのケン君オフスオフス。調子はどうだい？修正値がいいっすね。このダンジョンも楽勝ですよクオレハ。さてやべえやつのお出ましだ。フレームに気をふすをふす。こいつは投擲、炎向こうのくせに、圧倒的ステータス、クソマズ経験値のクズです。なので美味しいブラウニーを食べ、力をつけましょう。ブラウニーはうまいな。レベルが上がったので、フレーム！にも殴り勝てるでしょう。ついついは節約ですぞ。とりてぇ、だが拷問ゆか、ありの地獄。どうせリレミとの巻物だったんだ。そう思い、階段を降りるのである。賢明な判断だ。だいぶ安定してきましたが、すぐ目の前は本物の地獄が待ってます。そのための杖節約。あとそのための、巻物？今拾った大部屋の巻物は、次のダンジョンで使います。これはいいぞ。経験者ならお察しでしょうが、ある非人道的行為に使うので、必需品です。ちょっとは自重してくれよ。これが、放送戦技。そういえば、トルネコから離れている間、風雷人とか、農業をしてました。
でもさ、やっぱり武器商人が転職だって、はっきりわかんだね。株がいいです。そうですね。ここからが本当の地獄だ。まずは階段を探します。トロルに邪魔されたら、杖で仕留めるべし。このレベルで、締めはありません。確定3発になったらガチも検討。なんて簡単な RTA なのだ。これは走者爆増えぞ。実際、自分がアニーパーの動画を上げてから、なんと6つのトルネコ RTA が投稿されました。俺は満足だ。ですが、よく見たら、うち5つが自分の動画だったのです。なんでやろな。ちょっと寂しい。実際ローグライクで一番走りやすいし、運要素も少なめだと思うんですけど。なんでみんな風雷民するんですか？武器承認しろやおらん。来い！なので、いっそのこと、ありとあらゆるレグレーションを走ってやろうと考えてましたが、実はニコニコ動画。動画投稿数の制限があるんすよね。余命18個を突きつけられました。これ以上は投稿できません。そう。宗教上の理由により、プレミアム会員にはなれないので、そこで皆さんさようなら。いねえ、ほんと。いや、よかった。なので、石を継ぐものを探してます。誰かトルネコ走ってくれや。嫌です。やってみてください。少し話が逸れたので、ここで本編。ここに来たら、拾ったルカナンを使いましょ。こういう巻物は、フロアの敵、形状を見て、時間がかかるな、と思ったら使います。まあ当たりが出たのでもう一回なんですけどね、初見さん。こんぐらいの引きじゃないと記録は出ないんすよね。いやーきついっす。なんで足踏みしてんすか？さすがに笑っちゃうんすよね。今更ですが、ストーリーの内容が知りたかったら、前回の動画を見るか、自分でプレイしてね。ちなみに前回と比べて、この時点で4分早いです。あっちは抜かれたら、またやるかもしれん。どうしようかな、ほんまに。さて次のダンジョンへの準備ですが、引きによって持ち込みを変えてます。今回は、装備が普通なので、大部屋、引き寄せの、犯罪セットで、残りの使えそうなやつは、倉庫で眠ってもらいましょうね。それじゃ。行くぞ！カルデ、カルデ。迷いの森に入ってしまいました。なんとここ、お金しか落ちてません。金。しかも商人なので、お金を投げても威力が出ないのです。じゃあクリア無理じゃん。てお怒りの方、ご安心ください。ここでは店が出ます。お店あったりする。店の商品を買って、攻略するダンジョンなんですよね、ここ。というわけで泥棒します。は？盗賊は許されない。なんと店ダンジョンのくせに、出店は確定じゃありません。なので、序盤に店が出ないと、どうあがいても死にます。ようこそ。ひでう。ですが装備もないんじゃ困るので、仕方なく泥棒します。仕方なくだよ。どいつもこいつも金金金金嫌がって。ドラゴンシールドですが、意外にもドラゴン以外にも活躍します。また、強さもストーリー中では最高級なので、あれば嬉しいですね。はい、お疲れ、さよなら。この辺も大して見どころないんで加速。不思議のダンジョンまでに、ゲンナまで1万必要なので、あんまり買いすぎないように心がけます。これまでの動画を見ると、
見せバグに親を殺されたような方が多く見られました。それと海外版だとあのバグは修正されてしまったようですね。なので汚い要素を使わずに記録を出してやればええやろと思い走りました。よいぞ。その結果25分差をつけて世界一になりました。やるな。多分これで文句を言われないと思います。あるなら無慈悲してどうぞ。前回は無視していた引き寄せの矢ですが、なんで無視していたのか謎レベルで強かったです。本当に申し訳ありません。この通り。しかも必中なのでどんな場面でも対応できるぶっ壊れ武器なんすよね。というかそれ以外にまともな道具が売られないのが問題なのですが、行きようね。お前も盗んでただろ。お間違いなんか落ちちゃった。これ早いやどうも返す気はある。ここでは保存の壺バシルーラの杖を購入。特に壺は超重要です。これの有無で次のダンジョンの難易度が激変します。理由はもちろんお分かりですね。持ち込める数が少なすぎるからです。チュートリアルのくせに持ち込み許容が少なすぎて笑っちゃうんすよね。ここでは鉄の斧を購入。後々合成するので修正値がついた安い装備は買っておきましょう。やっぱトルネコの BGM を最高やな。ここからが森の難所です。初見でなすすべなく死んだ人も多くいるでしょう。例の彼が暴れなければなんとかなるんですけど、ちょっと多すぎとちゃうか。こんな狭いのに4体とかぼったくりやろ。やっべ管理者来ちゃった。とりあえず殺して逃げましょう。せっかくの BGM が読み込み不要で台無しだよ。まったく。いいぞ階段運。ここで最後ですが、フロアが広そうなので殲滅を決意。このゲーム、フロアの地形パターンが少ないので、簡単に予想できます。というか必須事項です。覚えましょうね。このような角で戦えば、ゾンビの復活を阻止できます。さらに、ザクッと、ズバッ、アップ、ダッシュというわけなんですね。ひえ、これやばくね。ちゃんと逃げて、ちゃんと逃げて。当たったら死ぬぞ、一撃だ。しかも行き止まりじゃねえか。ここまでか。やべえよやべえよ。ものすごい、生贄食ったから。なんと呪われたい。マジでワンパンされるし、おまけに地形がクソで避けていけません。なので、ここは殿下の宝刀を使わせていただくぞ。ほう、そう。逃げるんだよー。もう祈るしかないです。お願い殴らないで。ああ。ぶねえ。生きててよかったわ。さて、踏破したので、ここで壺にありったけぶち込んでやるぜ。なんでこんなことをここでしてるかですが、なんと町では、壺の出し入れができません。なのでせっかく壺を買っても、入れ忘れるとただの邪魔な骨董品でしかありません。なんだこのおっさん。ストーリーをお話しすると、この老人が周辺をダンジョン化させている疑惑を持たれてます。まあ実際は逆なんですけどね。初見さん、次のダンジョンは5個持ち込めるので余ってた杖などを持っていきましょう。この時点で1万ゴールドあれば、銀行やカラレイの葉っぱをもらってもいいです。あるとないとじゃ、
安全性が格段に違いますからね。ナイトハルトです。それじゃ行くぞ。あのさ、呪いかからなかった？音出すなって。鶴橋くん、オスオス、これ一本で役目がたくさんあるぞ。どうせ序盤は暇なんで加速。ちなみにここでも引きが重要で、不思議中盤の生存率に直結します。そもそもここの後半もゲロ難易度なので、素敵なステッキを拾えるように祈ろうね。というかローグライクでここまで来てさらに運ゲーとかきつすぎひん？もちろん不思議のダンジョンも圧倒的運ゲーなのでお覚悟。それでも他の作品よりは運要素が少なめって、やっぱ怖いっすね。ローグライクはまあ走者が数人しかいないんで、ガチ勢が参入したらどうなるかな。ここから本番。装備に対して敵が強すぎるだろ。なのでまともに戦えません。杖の回数が、そのまま残機数です。今回は、引き寄せの矢がたっぷりあるので、多分余裕だと思うんですけど。特にクズ敵がこいつ、メタルライダー。こいつだけ異様に強いです。そのくせに経験値が少なめ。このゲームではよくあることです。ひどい例だと、上位互換の方が経験値が低いなんてこともあります。シンプソンオスオス。呪いを解いておくんなせい。ちなみに何か頼むときは、一度に全てやらないと、話しかけても無視されます。HP を回復してもらったとき、HP が満タンだと、最大値が2増えるのでやっておきましょう。槌の杖も、後半は役に立たんので、この辺で使い切るつもりで。いいね、盗賊の壺。このゲームのぶっ壊れアイテムです。これ1個で泥棒ができますが、実は他の役割があります。まあ不思議のダンジョン特有の事情というやつですね。時が来たら話すだろう。今夜あなたと眠りたい。眠って死ぬのがとても多いです。対策はありません。そんな。ですがこのゲームはすぐ起きるので、変なところに行かなければ問題ないです。杖はなるべく複数あるやつから一本だけ使っていきましょう。いきなり階段階。だんだん運が向いてきてませんか、クオレハ。申し訳ないが、昼は NG。いきなり眠るとかナルコレプシーか、お前。久々にトルネコの動画をいじってて思ったのですが、ローグライクとビームシステムって、相性悪くないですか？どうです？このゲーム、知識量と、とっさの判断が物言わすので、ゆっくりじゃ追いつかないんすよ。通りで面白くねえ動画なわけだ。これじゃあ親父も泣いちまうぜ。いそうだな。ここは降りてもよかったのですが、不思議は怖いので、物資は欲しいね。さて、危険な領域へと突入しました。画面外からの魔弾に怯えるがいい。早速お出まし祈祷師姉貴オスオス。こいつのために引き寄せの矢を温存したのだ。マジで予測不能な攻撃をしてくるので、ここでの自己資源員でも突出してます。幸い状態異常にすれば弱いため、この矢はとても効いてくれます。お前見えてんだろ、もう許さねえからな。だからやめろって。こんなの絶対おかしいよ。
ペクテッドは、まずい硬い痛いの最低3拍子です。虫だ虫虫。明治キメラですが、経験値が多いので嬉しい。でもマフォトーンはやめようね。素敵なプレゼントだ。しかし効果時間が20ターンしかないので注意。仲間を呼ぶための匂いを出しているんです。多勢に無勢。こういう時のために取っておいたんだ。は？お前、回復のツボ捨てろやオラー。ほーら罰が当たった。やっぱお前下手くそやんけ。やめたらトルネコ痛恨なアホらしい。もっと上手い人が動画にすべきやろ。ということで、新しい奏者の挑戦、いつでも受けてますぞ。はい、出てこい、出てこい、出てこいよ、おいで、おいで。殺す、殺してやる。バシルーラ君はここでお別れだ。今までありがとう、用済みだって。ということで整理整頓。これを忘れると、持ち込みが悲惨になるので注意だ。さてこれに定石打開。いやーすんなり終わってよってあれ？終わってねえじゃねえかおい。どうした？ここすごく動揺しました。本当に勘違いしてます。もうクタクタで。引き寄せの矢はマコトーン対策にもなります。だからこれは本当に使いやすいですよ。この通り。物か金か魔法で願いを叶える杖です。一応即死なんですが、たまにミミックに変わるので正直使いづらいです。それより地形ひどすぎはロタ。タイム壊れちゃう。なんでなんでなんで。ここ越えたらようやく運ゲーが始まるってのになんてことしやがんだ。一押しは近寄らないので、多分これでどうにかなると思います。は？なんだこの部屋？ここまでで48分か。そこそこですね、そこそこ。前回は、52分で打開してましたので、バグレグレーションだと54分クリア予定ですね。早い時は、ここで46分だったので、もう少し頑張れたらよかったね。お前はよくやった。ということで、ようやく最後のダンジョンへの切符を手にしたのであった。なんか絵がやばいことになってますが、家の宝が狙われてるようです。見た感じ石造りだけど、燃えるもんなんですかね？さて、まずは持ち物整理。1万ゴールドの剣、忘れてないよね？もちろんさ。足りてないじゃないか。頭悪悪。って君さ、また回復のつぼみ落としてたのか。というわけで足りました。いやー完璧な調整だったね。何言ってるのよ。ここでもらうのは幸せの種。ではなく、世界樹の葉です。お金は使うので、もちろん引き出せよ。あっおい待てー。肝心なこと忘れてるぞ。ここで貯めていた装備品を持ち出します。お前メニュー操作がバガバやんけ。ぶっ殺すぞ。綺麗に集中できなかったから、これは仕方ない。ん？まだ何か用か？ここ何がしたかったのか、全くわからん。こいつ本当に自分だったんですかね？わからん。ここで合成しに行きます。そのための金、あとそのための、装備？金、防具、合成 X って感じです。
構成の費用は、装備品によって異なります。まずは安いやつから。今回はあまり装備が強くないです。こんなんで本当に大丈夫すか？どうかしら。武器は強いといいです。盾はそれほどでもないっすよ。なぜならこのゲーム、逃げアイテムが少なく、ガチるのを強要されるからです。だから、杖をたくさん集める必要があったんですね。それと合成の注意点オーバー。あまり員を増やすと、費用がかさみます。森でかまいたちとか、刃を手に入れたときは、このことを覚えとくように。さてようやく出発できそうです。でもさ、ちょっと言ってもいいすか？なんで合成する前に、10個になるよう整頓しなかったんですかね？さあ。おかげでこの時間全部ロスなんだぞ。こんなアホらしいやめたら RTA。どうしたの？君の集大成全国で配信されてますけど。It's alright, man。ツルハシは多分拾えると信じて、置いていくことにしました。無事に帰るから待ってろよ。まあ二度と倉庫に戻ることはないですが。そんな。ここで老人から箱を受け取ること。意外と忘れちゃうんすよね。すぐ忘れちゃうんだ。よくある。ちゅうことでようやく出陣。今回はここまでです。ご視聴。ありがとうございました。